沖縄でございます。ということでね、沖縄らしいちょっと定食を、これは一応油脂豆腐にジューシーのフットにポークタンホーガー、これはあの大きいので有名な麻婆豆腐を食べました。いただきます。油脂には薬味を、まずは怒りの炎上事件4連発、世間は最新ニュースを何に起こっているんでしょうか。あ、うまっ。世間が怒っているニュースを一挙にお届け。うん、怒りの炎上ニュース4連発。うん、被害額は100万円超え。めっちゃうまい。必要に繰り返される乱暴行為の一部。事件があったのは千葉県成田市にあるバス会社の駐車場。
っちり牛脂効いてるな。うまっ。